奇跡の世代、明石清十郎について解説。明石清十郎、10年に1人の天才が同時に存在した世代、奇跡の世代の一人。また、高校はウィンターカップ、インターハイ開催当初から出場を続け、直近5年間の戦績は、インターハイ、国体、ウィンターカップの高校バスケ3大タイトルを総なめにしている最強高校、楽山で、1年生ながらキャプテンを務めています。明石は、二重人格のため、自分に逆らう者は親でも殺す、勝利の権化のような性格と、温厚で仲間思いな人格を持っています。そんな明石のバスケ面はというと、非常に完成されたスキルを持っていて、全てのエリアからシュートを決めたり、視野の広さを生かしたパス、センターをブロックする身体能力に、相手の動きの数手先を読むバスケ IQ に、それを生かした状況判断能力を持ちます。これらに加え、相手の動きの未来を見ることができるエンペラーアイと、味方全てを究極の集中状態であるゾーンに入れることができる究極のパスを使い、相手を封殺し味方をアシストします。さらに自力でゾーンに入ることもでき、この状態の明石は相手チーム全ての選手をもってしても止めることができない、全ての力を凌駕する実力を発揮します。